どうも皆さんこんにちは、星椎茸です。ホライゾンゼロドーン、じゃあやっていきたいと思います。はい、前回このストライダーでしたっけ、このお馬さんに乗れるようになったところらへんで、どこだっけな、どっかでお話を聞いて、ちょっとここか、この辺やな、安息の門でお話を聞いて、まあ、ストーリーが進めるようになったというところで終わったかと思うんですけども、でその時にですね、ここでお買い物して、いろいろ何でしたっけ、食事品、これか、この鉄の花チーズを何種類か、ゲットしたかというふうに思います。でですね、1個、近場にあった鉄の花を回収に行ってまいりました。でですね、この近くにも鉄の花があるということで、これですね、これを今から回収して、まあ、ストーリーを進めていこうかなというふうに思っております。はあ。もう現状できることが、ストーリーを進めないとどうやらサブクエストもなさそうですので、なかなかね、勝手に馬が動いてて、勝手に目的地へ連れてくれた。これですね。ああ、邪魔だ。ストライダーが邪魔で。よいしょ。この場所はね、さっき見つけて、で、取らずに置いておいたんですけども、これ、鉄の花、マーク1を拾うと。まあ、これを集めると、今、A を取ったんですね、前に。この A は、パート1で、洞窟に落ちたかと思うんですけども、あそこに戻ったらありました。で、で今この C をゲットしたと。でこれ押すとですね、まあ、コード断片をダウンロードということで、機能、事実、稲妻や顔のところが、これなんて読むの？白の穂？薄の穂？機能、事実。なんかこういうようなメッセージが書かれております。ということでございました。ではこのままストーリーを進めていきましょうか。よっ、あー、イノシシがいるわ。イノシシとか動物もお馬さんで踏むことができるんですね。踏んで、あ、どこ行った、死体がわからん。踏んで踏みつぶして倒すことができて、あ、倒せてないのか今のは。まあ、もイノシシより小さい動物であれば踏むだけで、まあ倒せたりということがありますね。まあイノシシは一撃ではどうやら死なないようなので、数発ヒットさせる必要がどうもありそうですね。今七面鳥がいて、で次の目的地はですね、どこだっけ、安息の大門、まあ、ここを目指しましょうかね。場所的には向こうですね。よいしょ。下か。大間さん、崖も降りれるんで、まあ、非常に優秀な乗り物ですね。さあ、では行きますか。これはお馬さんで抜けれるかな？あ、抜けれる。OK、抜けれるね。抜けれるんですけども、どうしよう。まあ、ここに置いとこうか。この人と話したんですね。じゃあ歩いて、次の目的地は、遠いな。むちゃくちゃ遠い。むちゃくちゃ遠いですね。これはなんだ？バンテージ。もう馬乗っていこうか。結構距離がありそうですので、お馬さんに乗っていきましょう。あ、セーブポイント。クイックセーブ。これ一緒か。いつものやつですね。まあ、乗っていこうと思ったけど。よし。お、動物の斧お守り。ほほう。今、スキルが、まあ、こんな感じで、
この下にある罠の怪獣と細工紙を取ろうと思って貯めてるんですけども、自分とはスキルツリーを見落としていて、この知識のヒーラー薬草の知識の下に罠の怪獣と、細工紙があるんで、ここの列を取りゃいけるんかと思えば、どうやら罠の怪獣っていうのはこのジャンクの知識、採取上手ジャンクの知識からの派生でしたので、先にこっちを取ってという感じでございます。はい、さあスキャン、なんかいるな。あれなんだ、ストライダーか。お、誰かいるぞ。あれ、これなんだ、これ何、グレイサーの生息地。この人に話しかけてみるか。あ、ちょっと待って、ちょ、お前誰。おい、大丈夫か。奇襲された時に怪我でもしたか。いや、そうじゃないんだよ。それに、カリウドでもない、義勇兵でも、何者でもない。俺と話しちゃダメだ。何しろ怪我をしてる。何があった。俺はクレ、峰にある狩り場で腕試しに挑戦しようと思ったんだよ、練習のため。でも、うまくいかなくて。異端者か。狩り場で怪我をしたのか。なぜ。それがグレイザーの背中についてる容器を狙っていたんだけど、弓のつるが切れてつまずいて、それで、つまりヘマをしたんだよ。練習したかったんだ、狩り場ならうってつけだし。狩り場では腕試しが受けられる。それでもし目標を時間内に達成したら印をくれるんだよ。万人が北側の丘の上にいる。話しかけてみろよ、俺よりうまくやれるだろう。何者でもないってどうしてなんだ。話しかけるのもダメ。弓を盗んで、それで追放された。試練より前のことだ。それでこの大事な時に部族の力になれない。荒野で暮らしてる、一人きりで。それで腕を磨こうって。万人と話せるだけでも嬉しかったよ。多分彼は追放者だろうな。長老の掟も気にしてないみたいでさ。思い通りにいかなかったってとこか。何か手伝えることは。いや、いい、大丈夫。父がいつも言ってた、女神は見てくれてるって。その後ストライダーに踏まれて死んだけど。なるほどね、狩り場があると。分かった、気をつけて。特に北へ行くなら、腕を磨きたいなら狩り場に行くといい。ほほう、腕試しか。なんだ、これを先にじゃあやった方がいいのかな。グレイザーのキャニスターを切断する。丸太の罠、周囲に仕掛けた丸太の罠を使って機械を倒す。衝撃の間、カージャトラップキャスターを使ってグレイザーを倒すか。武器を持ってないと言われてる。ちょっと待って、鍵はどこ。ああ、これね。これ何、この弓矢のマーク。カージャトラップキャスターは変えるかな。どっからか俺の馬来た。あ、来た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 。こいつワープはしてこやんと、そのまま乗らんとあかん。走ってきてくれるんやな。ちょっとあの門の向こうにいる商人のところに行って、カージャトラップキャスターとやらを買いましょうか。よし、ゆっくりね。よしよし、カージャトラップキャスターってなんぼやったかな。カージャトラップキャスターは180と冷却水が10か。まあ買えるね、買っとくか。し、買おう。装備する。上、カージャ族の長球は攻撃力60か。今の自分の武器なんぼやったかな。所持品、装備どれだっけ。装備してるこれか、16か。長球って強いんやな。
もうちょっと安い超級で高いのがあれば買ってみるか。超級ロープキャスタートラックキャス選球超級、あ、これ強いやん。これ買おうか。よし、こいつの代わりにこれ装備してと。こっちの方が本当は強いのかな。ちょっと待って、今攻撃力なんぼだっけ。60と V 破壊能力が30。やっぱどうやら上の60のところが攻撃力で、なんかあの盾が割れてるようなやつが V 破壊能力らしいですね、が30と。どこだ、カージャ族の長距離は一緒か。これその下のマークがわからんな。これなんだ。まあいいか。よし、じゃあ行こう。クエストで、クエストメニューを開く。超級と、必中の矢をウォッチャーの目に当てて倒す。必中の矢ってなんだ。まあ、とりあえずこっちから行くか。必中の矢っていうのは、あ、これのこと？必中の矢は、普通の弓矢とはどうやら違うのね。よし。で、アイテム、武器、じゃない、傾向、武器用カバン、資源、長筒、あ、ここで買えれるんやな。ここで、この狩人の弓矢用矢筒と、長級用、これを増やすと、今30本持ててるのが増やす、20本やったのが30本に増やせると。まあ、これぐらい使っとこうか。よし。これで、よし、OK。ストライダー乗せて。ウォッチャーなぁ、いたかなぁ、どっかその辺に。あの兄ちゃんところまでは馬で行くか。それ以上先に行くと、確か、なんかいたよね。ん？あ、よいしょ。七面鳥。あれ、この辺になんかいなかった。あ、あれだ。こいつはストライダーやな。ウォッチャーは、どうやらいないね。ちょっと待って、道が。まあいいか。とりあえずこっちから行くか。よし。狩人の番人を探す？番、あ、これじゃない。マップ。多分これやね。はい。ウォッチャーとかいないかな。必中の矢。別に見た目は普通の弓と変わらんよな。よっ、あの人やね。ぐるっと回って。どこだ？いたいた。クイックセーブ。クレンと話した。ここは狩り場だって言ってたけど、腕を試せるんだろ。哀れなクレン。腕はあまり良くない。だけどあいつは前向きだ。うん。天命の使者の印か。この目で見るのは初めてだな。それじゃあ長老から自由に聖なる地を離れる許しを得たってことか。あ、許しがなくても行くつもりだったけど。なるほどな。お前には本当のことを話そう。実はカージャと取引してたんだ。俺はメリディアンにある狩人の館の代理人だ。こういう場所で将来有望な若い狩人を腕試ししてる。お前は我々が求めているものかもな。どうだ、腕試しをして確かめてみるか。念のため言っとく。
この会話は誰にも言わないでいてくれるとはありがたい。特に長老たちには言わないでくれよ。お前の話を。お前ここにいていいのか。いや、友人と聖なる地を離れて戻ってきた。長老は許さないだろうな。当然だけど、根っからの狩人さ。でも新しい群れや機会を見つけたくて離れた。だから狩人の館に興味を持った。だがカージャはノラだって知ったら受け入れない。それで俺たちカージャの服を着て印を届けたんだ。そのうち俺たちは二つの世界に板挟みになった。カージャでもなけりゃノラでもない。故郷が恋しくなってな。だから戻って自分たちの狩場を作ったんだよ。でも平気か？長老の許しを得ていないんだろう。どうだかな。でも掟なんてものを信じちゃいない。こんなに大きな世界を無視するなんて、そんなの馬鹿げてる。腕試しって何？狩人の館は世界中で腕試しを開いてる。そこで狩人たちの腕前を試すんだよ。成功の報酬は何だ？偉業を成し遂げた誇り、印ももらえる。成績によってだがな。ここでは道具の腕試しが受けられる。どんな道具だ？狩りは弓だけじゃダメだ。手に入るものは何であれ利用する。周りのものすべてだ。お前も腕試しをやればわかるさ。道具の印か。狩人の館って？誰が最強の機械を倒すか競い合ってる狩人の集団のことさ。メリディアンのカージャが営んでる。館は狩場で朝の太陽を3つ手に入れれば入れてもらえる。だが彼らはノラが好きじゃないからな。ほら選べ、どの腕試しを受けたいんだ。詳しく説明する。まずは特定部位破壊でいきますか。あ、質問。あ、いいや。狩人の館って誰が最館？あ、それじゃどれを選ぶんだ。じゃあまずは特定部位と。弓と矢の腕を試す。できるだけ早くグレイザーの背中にある部品を撃ち落とすんだ。グレイザーか。楽しんでこいよ。ロープを滑り降りたら時間を計り始めるぞ。どっちですか？あ、なんかいるやん。あ、ここで変えたんじゃん。あっち行かなくても。あ、報酬の箱。ただありがてえ。ロープってどこ？これ？これですか？え？ロープ？いや、こっちもあるぞ。どっち？クエスト。これか？いや、違うな。サイドか。いや、あ？あ、こっち。これやね。狩り場。ほっ。どれですか？いや、どれでもいいのか？滑り降りるのは。なんか2種類あるけど。どっちですか？教えてよ。ここ宝箱はないか。まあいいか、行ってみっか。はい。これタイム始まってる？これ始まってる？こいつらだってオーバーライドできるはず。ブレイザー来た。よし。当たってないな。目に。腕試し失敗ってなったわ。どういうことですか。眩しいな。あ、いずず。目を狙わんとあかんねやったな。めうわー、ちょっと待って、ウォッチャー。
わお、痛いっすわ。違うな、これは。おい、邪魔だわ。当たんねえ。全然当たらん。これ渡ったよ。おお、食らった。あれ、当たってねえのかな。やった、弾切れた。よいしょ。これあれやな、絞る時間が長えな。ダメだ。難しいぞ。よいしょ、これ取ってブレイズ。よいしょ。別にこいつ特そんな重要なアイテムを持ってるわけじゃねえよ。あ、ここから戻れるわ。なんて親切設計や。めっちゃ親切。あ、全然ダメだわ。おっと、そいつはやめるのか。まあいいさ、弓と矢の腕を試す。できるだけ早くグレイザーの背中にある部品を撃ち落とすんだ。そいつはいいな。ロープを滑り降りたら開始する。クエスト、キャニスターを切断するやな、やっぱり。こっちでいいか。こっちに降りたらどこに行くんや、これ。あ、復活してるわ。試験開始。あ、時間出た、時間出た。違う、ちょっと待って、弓を狙いたい。あ、10個落とさなあかんかったんか。これあれやな、待って、こいつは逃げるな。どうすんねんこれ。こいつは逃げるやん。これはどうしたらいいんですか。めちゃめちゃ逃げ張りますけど。隠れて狙うしかないのか、これは。こいつら動き超速い。早えな、お前。ほら、無理だ。お前ら邪魔。ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って。あ、こんなん全然バスちゃうわ。よいしょ。ああ、邪魔。ちょ、ウォッチャー邪魔。これは、なかなか難しい。あ、時間上に引っかかれたな。
ちの方がやっぱいいか。倒しただけやなこれ。いえダメだな。敵に気づかれずにやっぱやらなあかんな。こんな走り回ってたら多分ダメだ。これに帰って背中見えてるやついるか。これやっぱ隠れながらやらなあかんねやな。とりあえず1回ぐらいクリアしたんや。弾切れたわ。違う。腕試しはぐらい達成はしたようやが、もういいや。よいしょ。もういいや。はい。難しいね。じゃあちょっと練習をしておこうかな。そしてこの悪天候ダメだわ。見えねえ。よっ。天候が悪い。合格だ。それじゃあお前に朝の太陽をやるよ。あ、くれたし。行かないと。いつでも戻ってこい。はい、ということで、まあ、今回はここまでにしておこうかなと。まあ、レベル上がったんでスキル取っておきましょう。これでね、やっとコイルを自由自在に付け外しができるんでね、まあ適当にいい感じのやつをつけておこうかというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。